まあでもね、結構大きく分けてやっぱ2つだと思うんじゃけど、まあ3つぐらいあるんかな。攻めるキャラがいいんか、相手を動かして戦いたいんか、遠距離で戦いたいんかみたいな、3つぐらいあると思う。結構ね、自分にな、自分がどういう性格、まあ、これ結構性格出るんよね多分。僕はどっちかっつーとね、守りながら戦う、守りながら、いや違うな、相手を動かして戦うっていうのが僕はすごい好きなんですよ多分、スタイル的に。で他にはね、ホンダとかはまだちょっと特殊なんよね、これイラつかせて勝つ。はい、すいません、言葉選ばずに言うと、これはイラつかせて勝つ。でエドとかダルシムはどっちかっていうと相手に攻めさせるような感じですね。まあ、ダルシムはそうね、遠距離で手伸ばして勝つとかなんで、これはなんかすごい待って相手を動かしていくような戦い方のキャラクターで、ガイルはソニックブームを使って相手を動かして待って動かしていくキャラクター。 JP とかもそうやね、 JP とかもなんかあの設置使って弾打ってって感じで、相手に動いてもらって動いてきたところを刈り取る感じ。なんかね、結構突き詰めるとね、割と待ち系なスタイルになってくるんじゃけど、スト6はね、その中でもやっぱり攻めのバリエーションが豊富なキャラ、まあ、キンバリーとかテリーもそうなんかな。ラシードもどっちかっつうと自分から動いて相手を動かしていく感じ、自分ちょっとリスク背負うけどその分相手を動かして待ち合いに持っていくみたいな感じ、そういうキャラなんですよね。まあ、ザンギエフはもう今はちょっとね、あのキャラクター結構強いんで相手が逆に動いてきてくれるけど、本来は割と自分からリスク背負って攻めてって画面端に連れてって倒すみたいなキャラなんで、やっぱ押し付けるのはやっぱ強いですよ、スト6は。まあ、そういうなんかカテゴライズしてった時になんか自分がやりたいキャラを見つけていくのがいいかな。でもやっぱなんか押し付けるのが強いゲームなんで、割と攻めに特化したキャラ使ってもいいと思うな。攻めた時にちゃんとリターンがあるキャラっていうか、例えば橋が強いとか、まあ、マインみたいにギミックが強かったりとか、でなんか技当てた時にちゃんとエドとかラシードみたいに SA2 が発動できてちゃんと抑え込む力が強いとか、そういうのを結構意識してキャラ選んでいくといいかもね。逆になんか相手を動かして勝ちたいっていうんだったら JP とかでもいいと思うし、自分から攻めに行って勝つとか、まあ、キャミとかもね、極論多分待ちキャラなんじゃけど、全然ストライク強かったりするんで、結構自分から攻めに行くのも強かったりするし、 DJ なんかは結構攻めキャラなんかな、ドライブラッシュが強いんでどん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 自分から寄ってってタクかけてって勝つみたいなのもありだと思うし、ルークはそこら辺スタンダードなんよね、攻めても強いし守っても強いしっていうの、ね、結構そういうの意識するとねいいかも、キャラ選ぶときに。ラシードはねやっぱね結構どっちもできる、攻めてもいいし守ってもいいし、ただやっぱ攻める時の手数が何個か用意できてないとダメかなって感じ。なんか相手を動かしつつ攻めを通して、でなんかその攻めに対して相手が向きになって攻めきてきたところを守って刈り取るみたいな、そんな感じらしいわ。なんか頑張った分だけちゃんと待てる時間の時にリターンが取れますよみたいな感じのキャラで、引っ掛けたら画面端で強い画面端を展開できるっていう感じのキャラなんで、剣とかもやっぱ画面端強いんでね、まあ、飛び道具持ってるキャラクターは基本的にやっぱ相手をコントロールしやすいと思いますよ。ラシードの飛び道具はちょっと特殊なんですけど、まあ、基本的に飛び道具持っとけば結構、飛び道具と長い技持っとくと結構相手をコントロールしやすいかなと思う。身一つで相手にいかんでいいんで、ブランカとかマリーザ、リリー、マノン、キンバリー、ホンダ、テリーとか、まあ、ベガもそうか。ここら辺は飛び道具がないんで、あの、結構自分でいかんといけんのんすけど、その分、まあ、ちょっとリーチが長い技があったりとか、するかな。その分。ジェイミーでもそこら辺ちょっと優遇されてない気がするけど。まあ、相手をコントロールしたいんか、自分から攻めに行って、倒しきりたいか、みたいなのを結構、そう。考えると自分に合ったキャラクターを結構ね見つけやすくなるかもしれません。